皆さんこんにちは、響の所属声優が YouTube で毎日1本ずつお送りしていく響スタイル。今日の担当は吉田泉です。最近なんかこの種なしぶどうがすごい発売されるようになって、これ見た目すごいなんか美味しくなさそうに見えてたから、しかも安いしこんなの美味しくないんだろうなと思っていたらめっちゃ美味しくて、最近は毎日このぶどうをふきふきしながら食べる日々を送ってます。あ、でも甘いや、これ次のあれにとっとこう。さあ今日はちょっと、ミルキーホームズについてお知らせをしていきたいと思います。皆さんにとっての衝撃の発表のファンクラブイベントからもう3ヶ月も経ったんだね。その発表からの最初のイベント、ミルキーホームズロードトゥーファイナル第1弾、ミルキーホームズロードトゥーファイナル in 東京が6月9日ロックの日に開催されます。会場は日野レンガホール。あの LINE で皆さん宛にアンケートがあって、こうなんか歌ってほしいものみたいな、そのアンケート見たんですけど、なんかいろんな項目があったから、きっとみんなのその答えてくれたアンケート結果がここに盛り込まれてるのかなって思いました。なんかみんなの好きな曲とかみんなのユニットとか、でもあれ結果見たいですね。なんだろうな、私が一番好きな曲ってなんだろうな。でももう100曲以上でしたっけ、100曲ぐらいあるらしくて、昔ミルキン始まる前にギャラクシーエンジェルの曲をすごいカラオケで歌ってて、ギャラクシーエンジェルさんってこんなにたくさん曲あってすごいなって思っていたら、今そうやってカラオケとかでミルキーホームズさんこんなにたくさん曲あってすごいなって思ってくれてる人いんのかなって思うと、なかなか感慨深いですね。まあなぜ10年ですからね。皆さんの第1位気になる。私の第1位はあれだ、なんだっけ、あれだ、なんだっけ、タラッタダ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 ッ、バイバイエールだ。バイバイだね。バイバイエールがちょうどあのディナーショーでも一番最後らへんに、私はいつも一人で歌ってて、一人で歌うからあれ息継ぐ間がなくて、どこで息吸っていいのか分かんないんですけど、その歌がなんか一番好きだなって思います。こう新たな一歩を踏み出す時とか、未来に向かってなんかちょっと不安な気持ちになってる時とかに、それを聞いたりとか歌ったりするとすごい元気になって、みんながいるから頑張れるって思える歌ですね。ぜひ皆さん聞いたことない人聞いてみてください。そしてですね、このイベントとは別にアニメのサマーライブ2018 OK にもミルキーの出演が決定しました。いや今年出れてすっごい嬉しかったですね。最後の兄様、なんか私的には結構ミルキーホームズって兄様がスタート地点っていう思いがすごいあって、まだアニメも出てない、ゲームも出てない、こいつら誰だよ、 CM でちょっと曲流れてっけどみたいな時にこう出演したのが兄様で、その時はあのもうセンターからこうポップアップで上がって1曲歌ってミルキーホームズでした、でシュッてこう下がるっていう感じだったんですけど、あんな大きい会場初めてだったし、その前かなんかにあったファーストライブも本当にお客さんがいなくてガラガラの中やってて、そんな後の兄様だったんで、みんなトイレに行っちゃうんじゃないって言って、あんもう上に上がるまで4人で本当に手をつないで、みんなですごい固く手を握って上に上がっていって、終わった後もわーって言って抱き合ったのをすごい覚えてるので、本当に原点の兄様の場所で、その兄様の最後、私たちにとっては最後の兄様をできることがとっても嬉しかったです。ぜひ皆さん4色のサイリウム振って応援に来てくれたら嬉しいなって思います。去年もね、なんかあのカードがテーマっていうことで、あの付録の DVD やらせてもらったりとか、本当にたくさんお世話になっているので、何か今年も何かできたらなって思います。詳しくは兄様の公式サイトをチェックしてください。ということで、ミルキーの活動、これからそのロードトゥーファイナルからいろんなことを、そこでいろんなことが発表されますので、ぜひ皆さんみんなで笑顔で卒業できるように皆さんの力をください。
ということで今日はここまでです。動画は毎日誰かが更新していきますので、気に入ったらチャンネル登録お願いします。ということで今日の担当はきっと泉でした。バイバイ。今日めっちゃ真面目。